で、サンテムに本当にいいんだ、私も来ないの見てるの、しょうがない。頼みや、え、頼んで、はい、あ、いいですね、はいはい、はい、じゃないよね、じゃないよね、はい、はい、けんちゃん、はい、どうも、ありがとうございます。イモロック、けんちゃんはホッピーだね、はい、ホッピー顔、あ、ないや、はい、あらめなし、はい、ケンスキンちゃん、さっきの焼肉ひどかったね、不買があるな、あれ何やる、ジュンさんが責任取るよ、責任、え、にびやか、にびやか、にびやかみやか飲もう、しょうがないもんね、忘れましょう、ね、大阪いいよ、ほんと焼肉、大阪は、はい、まだです、今でも、起きた、いいね、マダイでございます、はい、マダイです、マダイ、ケンちゃん来たよ、マダイドバッとほらグジュ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 、私はわさびたっぷりで、このうわ、それ結構ね、ダメこういうの、何刺身につけたら邪道、邪道だよそれ、邪道だよ、わさび汁にしてさ、最悪、まあ、上品に食ってんじゃん、どうお味は、はい、タイガオ、タイガオウッズ、はい、で、私もブヒってね、骨がね、骨ある、小骨が、はい、どうですかね、はい、うん、プリプリです、プリプリ、若い人は多分ね、ズバッと来たよ、ケンちゃん、はい、はい、これ何ですか、つぶがい、つぶがい、ちょっと食べてます、粒はね、粒貝はね、俺は北海道でいろいろ食べてますから、うるさいよ、一応ズバッ、うん、コリコリ、これ、これ肝醤油だって、え、そうだ、うん、じゃあ、うん、肝醤油さん食べてます、これ、実はこれ食った、いや、俺はそういうの嫌いなんだよ、あ、そうだ、嫌なの、肝なんとかだ、実はジュータキモいね、うん、嘘、キモいじゃん、なんか、はい、でうまいね、どうですか、お味は、うまい、うまい、うん、はい、つぶがい顔ね、ドキャーッとまた来たよって、白波、これイモロックですね、はい、じゃあまた、あれですか、ブロッピーコピーの飲んで、来たよ、ね、はい、大根食べて、はい、大根、大根さん、ね、ヘルシー、こうヘルシー、ズバーン、油揚げ、ね、油揚げ好きだったの、わかめ、子供の頃、わかめと油揚げ、あと何が嫌い、嫌い、嫌いなの、じゅんさんのいじめが嫌いでした陰湿ないじめがあったから、そう、必要なまでのいじめ、はい、夢です、ゲス焼き、あと嫌いなものは、ニンニク1本、酢豚ね、酢豚嫌い、半生の玉ねぎ、あ、せいちゃん何、玉ねぎ嫌いなの、いや、だけど、だから僕はネギ嫌いだったんだ、あと嫌いなの、え、家族が嫌いでした兄弟でもね、兄弟でも知らないんだよ、嫌いなものって、あ、そう、ネギ嫌いだった、うん、ほら兄弟でも一応別人格だからね、一応聞いとかないと、ピーマンとかさ食べた昔、ピーマン食べれるよ今、あ、そう、俺ピーマン大嫌い、ピーちゃんってさ食べなかったからね、うん、そうね、寡黙ですからみたいな、そうですね、なんか高倉健ちゃんみたいな感じだった、なんかさ網走帰りみたいな感じしてたよね、そうそうね、喋らない、昔ね、無口ですけど、無口でね、不器用ですからみたいな、そう、ね、不器用ですよ、不器用です、今でも不器用、今日も居酒屋頑張ってますみたいな感じだね、どうですか、不器用だけど、仏教は好きだけどね、え、え、いや、なんでもいい、仏教、はい、
もう一杯どうかな。俺も飲むよ。今日は。いくよ。いいね。限界まで。うまいね。あのフライとかあの。ズドーンとまた来ました。白波芋ロックです。ケンちゃん食べてる？うん。美味しいよね中庄は。あ、ポキッと言ったね。はい、飲んで。黒ホッピー。早く。飲めよほら。ピーって。これね、パムちゃんにやると嫌がるんだ。まあ、そうだよ。これね。猫の肛門に刺せばいい。いや、肛門にはやんないよ。耳やん。耳にピーって。犬の耳を昔ミミクソほじったことなかったから。美味しいね、ポッピー。うまい。うん、美味しい。白波は美味しいです。何かって覚えてるんですか。ドワーンと来たよ、ケンちゃん。ね、一夜干し。もう、鉄板中の鉄板ですよ。これはね、日本中どこに行ってもありますか。はい。一夜干しが。わかりました、あの説明で。食べて。昔からさ、このスナック行ってもらうから、これは当たり目ソフトってな、これな当たり目ソフト。いや、当たり目トゥールトゥールトゥールル歌えよ、おじじじい。もうしもーっと歌わないで。でも何ないないとか、当たり目ソフト派の違いがね、本当は違うんだよ。なんだよ。当たり目はね、スルメイカを醤油と酒で一晩漬けるとソフトになる。ハードはそのまま焼くんですよ。スナック行けばあるよ、当たり目ソフトとハード。いや違うの。当たり目って本当はスルメイカをうるせえよ。いや違うんだよ、ジジイ。黙っとけよ。いや俺は本当に、これはあの干した方がいいから、これは一夜干しなんだ。いいの、当たり目。日本人は黙ってイカ食えばいい。当たり目と違うんだよ。ほら、炙ったイカがいいってあったじゃん。ヤシロアキだったね。雨ふれふれた。はい。あ、ブロックした。実は分かってないけど。何？スナックって言うとね、何？手間かけて作ってるんですよ。え？タギメってあのだから。何話してんの？え？耳聞こえないんだけど最近。ヤシロアキの話してんだよ。いや、まあそうだよ。炙ったイカってさ、うん、タギメってあのスルメイカを干したイカを一晩酒と水で漬けて戻すんだよ。なんで？そうするとソフトなんだ。これはもともと干したイカだから違うんですよ。そう、青森かなんかの話でしょ。え？青森だからどう？イカ干してるよ、あの函館とか行くとこ。そうだ、干してる。ハイガンベリ行くとこ。一夜干しみたいな。で、これは一夜干し。いいじゃないだから。なんか文句あんの？なんかだからハードとソフトと違うと。そうなんだ。ハードはだって高いんでしょ。だからそのままだからヒント。稲毛屋で売ってるのハードじゃない。だからあのハードを一晩酒と振り付けるとソフトなんです。そうなの？だからね。それ言う。なんかすごい下かぶりしてないよあんた。いやいや、自分で研究したんです。あんた住んでるの町のマンションでしょ。調べたんです。ねえ、おじさん。あのあれね、食べ落ちたね。これはソフトでしょ。いや、これは一夜干しだし。そうだな、ソフトでいいじゃん。ソフトあれは別になくなっていいんだよ。食えよ、じじい。なんかあれってみんな同じ。タンタタタタタタ。夫人の高値に冬の勇気も。いや、あの歌あるでしょ。あるよ。京都ポンと町に降る勇気も雪に変わらない。なんかパーセコケってなんかあれってみんな同じ。タンタタタタンタって。うちの親父がよく歌ってたよね。そう。歌ってたよ。かければいい。こければいい。好きで好きで大好きで。知らない？今知ってるよな。でもそれは。歌えよ、ジジイ。痛いよ。ギャグはしないよ。自分の父親が歌ってたギャグを覚えてないの。うちの親じゃ京都ポンと町に降る勇気もトッと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 ちょっと多分声が休まない。そう分かるだよ、おっさん。アクティブじゃないんだろ、せっかちのくせ。なんでうちの親じゃちょんまげとか生徒劇とか見てた。大正前だよ、うちの親父は。ね、行きます。白波ピッときドビャーッ。
飲むよ、白波、白波。奥さんと会話、会話、奥さんと会話があるわけねえだろ、バカ。あ、そう。そうだよ。寂しいじゃないですか。ドゥ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 。なんで？ねえ。全然奥さんと会話あるの？あるよ、ちゃんと。どんな会話ですか？おはようとかね。え？日常会話。ねえ、ちゃんとね。会話あるの？会話。話します、話しますよ。耳。ヒエロニブシュボッシュみたいな。はい、耳。あ、昔ジュータのミキさんにすごい着せなかった。それを言ったら、えらい。あ、ジュータ頭染めろ、頭。え？頭染めな？染めてんだよ。染めてんのこれ。マジかよ。じゃあ、説明しますよ。あ？説明する。どやーと、はい、カツオですよ。カツオ。ケンちゃん、醤油。食べや。食べない、食べないの。食べない。入れてあげる。なんだよ。食べな。中の黒子さん、一回なんか人工何呼吸で行ったのね。何の話？いや、ごめん。あ、カツオ行こうか、カツオ。オカピーチェンジはね、カツオうるさいよ。なんで珍しいじゃん。結構ね、難波でね、カツオ食べてるからね。あの、わら焼きの。カツオ食べ。何してんの？うわ、この頃の料理も白髪は。膝から落ちんの、すぐ。なんでも。なんだ。受け身を取れよ。しゃべりだ。おじさん、おじさん、カツオ食べてる？美味しいですよ、カツオ。おじさん。お、カツオ食べてる。おじさん。レッチャーじゃん。食べてよ、カツオ。食べてる？なんで無言なの、おじさん。おじさん。うちのバブちゃんも喋るね、これ。なんなの？なんなんおじさん、そういうこういうコラダリ。おじさん、うまい。喋らよおじさん。うまい。え？うまい。おじさん、おじさん、クリスチャン？違うの。あ、なんか髪の毛の綺麗なお姉さん。はい。え？ラテン系みたいな。あ、タクシーの。うん。ねえ、はい、来る。何？聞きなさい。え？セックスです。違う？はい、いいですよ。あれ、何？いや、わかんねえな。おっさん。お兄さん。お。俺を見捨てないでくれ。俺を見捨てないでくれって。はい、何？おっさん。いいよ。行くよ。はい、これから。どこ行くの？おっさん。行きましょう。え？帰るの？宮。何？あ、信号青だよ。カードはあるんだよ、カード。何？カードは使える。あ、違う。何？なんか言ってるの？おっさん。はい。あ、こっち行く。いや、こっちだよ。こっちだよ、ラクダ。いて。ラクダはこっちだ。え？お前ラクダだ。違う、じゅうさん。何よ。奥に食べちゃうのは、立ち向こうだよ。そう？まあいい、まあいいへん。いや、いいよ。あ、何？いいし。なんだよ、ラクダ。ラクダこっちだろ。何？おっと、来た。世界のビール。どっちか、どうも銀座のクラブらしい。
あれ違うよ。あれどこ行ってたっけ。違うよ。気色悪い。ケンちゃん、奥院玉神社だよ。え？歩いてる？奥院の金玉神社ですか。歩いてる。痛い。だってあの今、ね、スマホ落としちゃったよ。あ、これはね、あのお相撲をするとこや。なんだよ。何？外でさ、みんなさ。何？客が外で飲んだでしょ。あ、そうだね。コロナ怖いから飲んでるだけでさ。なんだそれ。食がいいだ。行くぞーって、行くぞ。はい、行きます。帰ろう。コロナ、何？コロナに負けんの？俺は。おじさん。おじさん、おじさん、コロナに負けんの。町田で一人で飲むから。あら。残念。あら、やってない。どうしちゃった。客がいないんだよ、多分。ああ、ショック。はい、けんちゃん。なんかみんな全部ダメみたいですけど。うんこです。うんこ？何それ？いや、あそこのあれは？スタンドは？いや、やめた。やめた方がいい？何それ？一番密が密でしょ。何？密なの？いやでもお客いないかもしれないよ。あそこであのスコッチ飲む？なんだよ。なんだよ。ナイス？帰るの？ずずずずずず。あ、結構おっさんがいるよ。何？ケンちゃんこっちおいで。こっちおいで。あそこ行くよ。トイレ行きたいしな。トイレ行ってる。一回ね。あの不調待ちって感じですか。いやもう寒いでさ。そうよ。いいの寒いでも。日本は寒いてんだから。終わってる街ですよ。くる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 。はい、行きましょう。え？多摩市行こうか。新型コロナ。魂だよ。ケンちゃん沖縄料理行くよ。沖縄料理。ちゃんか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 ちうん、ケンちゃんこれ耳が？そう、耳が。耳が。うまいよ。言ったから耳が。耳が。はい。あともじじい、俺に耳食えっての。無理ですね。私は耳食わない。はい。いや、豚足まだよ。耳食うようになったら終わりだよ。終わりじゃない。終わりだろ、豚の耳なんか食ったらお前終わりだろ、お前。終わりじゃないだ。終わりだよ。終わりじゃねえよ。どんななんて。お前、俺に喧嘩売ってんの？一緒だよ。一緒じゃねえよ。足食ってたから耳を一緒だよ。違うよ。バカだよ。耳は終わりだよ。言ってることはおかしいよ。なんで。お前、喧嘩売ってんの俺に。売ってねえよ、普通でしょ。なんで。
マジ豚なんだろ。違うよ、耳だろ、はい、耳くてじゃないよ、ジジイ。はい、はい、すいません、ありがとうございます、どうも。はい、ちゃんか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 、はい、はい、はい、帰るよ、どうも。けんちゃん、けんちゃん、帰るよ。9時だ、9時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 、南部線の9時ですか。あ、ちょーっと、こっち、こっち、あれ、こっち行くと、あんた帰る、帰るんじゃない、こっち、はいよ、あれ、よし、じゃ一発入れとこうか、何が、頭に、いけいけ、じゃあ、はい、けんちゃん、バイバイ、バイバイ。マミちゃんも。な、何？帰るよ、実家に。じゃあね。See you, see you. See you. ブヒ。帰るよ。